羅刹天が、平安時代羅刹天は、仏教の天部の一つ十二天に属する西南の五方全身。羅刹とも言う。羅刹とは、鬼神の総称であり、羅刹期、即死期、か賢ことも訳される。また羅刹天は、別名黒土マイル帝王とも言われる。破壊と滅亡を司る神。また、地獄の極卒のことを指すときもある。 四天皇の一である多門天に、野叉と共に仕える。ヒンドゥー教に登場するキシンラ士クシャさが、仏教に取り入れられたものである。その起源は、役者同様、アーリア人のインド侵入以前からの牧石水界の、精霊と思われ、ベーダ神話では、財宝の神、クベーラをその王として、南方の島、ランカー島をねじろとしていた。ラーマーヤナでは、 クベーラのイボテーラーバナが島の覇権を握り、ラークシャサを率いて、神々に戦いを挑み、コウサラ国の王子ラーマに退治される伝説が語られている。オウムネバラモニヒンズー教では人を惑わしくらう魔物として描かれることが多い。仏教普及後は、ヤシャと同様にビシャモンテンの眷属として、仏法主語の役目を担わされるようになる。十二点では、 羅摂点として、西南を守護し、手にした剣で煩悩を断つと言われる。図像は鎧を身につけ左手を剣の印ちぎりを結び、右手に刀を持つ姿で描かれる。全身黒色で、髪の毛だけが赤い鬼とされる。中国伊藤では、羅摂の魔物としての性格が強調され、地獄の極卒と同一視されて恐れられることが多かった。 10世紀の延暦寺の僧、原神著、王城洋衆は、その精算な地獄描写で有名だが、そこでも羅刹は亡者を責める地獄の怪物として描かれている。羅刹の男は醜く、羅刹の女は美しいとされ、男を、羅刹者、羅刹バー、女を、羅刹書く、羅雪私、羅刹女という。 また、羅刹女といえば、ホッケ業のだらに品に説かれる十、羅刹女が知られるが、これとは別の十大羅刹女や八大羅刹女、十二、大羅刹女として、それぞれ名称が挙げられており、さらにクジ行業では七十二の、羅刹女の名前が列記されている。ありがとうございます。